コメントで戒めてほしい。とにかく量が本当にすごくって、こんにちは、くまみきです。なんかここで撮るの久しぶりな気がする。はい、というわけでこの前動画でね、ちょっとこの後ろの棚作りをやったので、久々にここで撮ってみてます。で、今日は何をやっていくかというと、4月の購入品紹介やっていきたいと思います。いやー、そんなにお買い物してない気もしつつ、ちょっとやっぱ家の中を快適にする系のものを結構じわじわと買ってるなーという感じがします。で、最初に紹介したいのがこちらです。私が今着てる T シャツ、こちらがですね、チャラ雪のライブ T シャツなんです。数々のイベントやライブが中止となってますが、私ね、4月にチャラ雪のライブ大阪当たってたんですよ。大阪に行く予定だったんですけどね、中止となりまして、非常に残念なんですけど、もうグッズだけは手に入れようと思い T シャツをゲットしました。見て、可愛くない？エコーって書いてあるんだけど、このなんかオーロラっぽいキラキラした感じ、後ろはなんか歌詞が書いてあるらしいです。行きたかったけど、いつかまたやってくれると信じてちょっと我慢ですね。もう本当に曲が良すぎて、私も毎朝聴いてます CD。 やっぱこの生活の中で朝何を聴くか見るかって大事だと思うんですけど、まあ朝ごはん食べながら聴いて、そのまま洗い物とか家事やってる時もずっと午前中は聴いてますね。うん、本当にハッピーになれるから、みんな聴いて。で、あと他に買ったお洋服は GU でお買い物したんですけど、まずはこちら GU とケイタ丸山のコラボ、まず1個目のこちらがね、パジャマです。じゃじゃん、袋もついてますよ。下は長ズボンで、上が半袖。これめっちゃいい感じです。すごい、もう最近5月に入ってから急にめっちゃ暑いじゃないですか。でもう夜は最近これ着てます。これはね、柄がなんだ、常夏感があるよね。でも地がネイビーなんで、割と大人っぽいというか落ち着いた雰囲気で着れて、ちょっと大人っぽいけど派手要素もあって、私すごいこれ気に入ってます。やっぱね、お家で過ごす時間長いんでパジャマはテンション上がるやつが着たいですよね。で、もう一個買ったの、同じくケイタ丸山のじゃーん、ワンピース、よいしょ。はい、これです。これすごい買ってよかった。レモンの柄なんですけど、もうね、気に入りすぎて2日に1回これ着てる。着すぎでよって話なんですけど、なんか楽なんですよ。楽なのに形がすごい綺麗で、しかもね、シワになりにくい。これすごいいい買い物をしたなって思います。この前スーパー行ったら同じ服着てる人いた。みんなこのシリーズ買ってるんだよ。そう、これね、めっちゃいろんなの売ってたんだけど、発売してすぐに売り切れちゃって、私もね、ちっちゃいポシェット、ポーチが欲しかったんだけど、もう買えなかった。いろいろ買えなかったけど、頑張ってこの2つだけゲットしたっていう状況ですね。で、このワンピースはこのね、内側ちょっと薄くて透けるんで、下はね、こういうペチコートセットでついてます。で、上は特についてなくって、でもこれじゃ透けちゃうから、中にね、こういうキャミソール、インナーを着てあげる必要がありますね。まあ、多分私今月の動画こればっか着てると思うんで。ねえ、ほんとね、いいんだよこれ、楽なんだよ。家でも楽に過ごしたいし、かといって全く外に出ないわけじゃないじゃないですか。スーパー行ったり犬の散歩したりとか、そういう時もなんかダルダルした格好じゃなくて、ちょっと小綺麗な感じだけど楽な格好がしたいっていうわがままをこのワンピースは全部叶えてくれる。すごい楽ちんで、動きやすくて綺麗で好きです。なんか何回も同じこと言ってるような気がするけど、お気に入りのワンピースです。そして続いては、じゃじゃーん、アイロン台です。可愛くない？これ楽天で見つけてね、私の楽天ルームの方にも貼っといたんだけど、ファブリックボードとしてお部屋に飾っても可愛いアイロン台ということで、ちょっとね、ソファーがグレーなんで、ここに飾ったらグレーすぎるなと思ってここには飾ってないんだけど、4月に入ってから手芸教室の動画を始めて、で、うち普通の大きいテーブルみたいな折りたたみ式のアイロン台はあったんだけど、机の上にポンって入っておけるね、アイロン台がなかったので、ちょっと探してね、可愛いやつ買いました。大きさもちょうどいいし、硬さもしっかり
かりあって厚みもいい感じですっごい使いやすいです。手芸教室撮ってる部屋がピンクなんで、なんか壁がピンクでこれポイって置いといてもなんかピンクとグレーで可愛らしくって部屋に馴染んでるなと思ってすごい気に入ってます。私やっぱこのサイズ感で入ってすぐ出せるから、普通に動画と関係ないちょっとしたアイロンがけもね、あババってやろうってなるサイズ感ですごいいいですね。これめちゃめちゃお気に入り。そして続いてはじゃん、オムロンの体重体組成計です。ついに買いました。ちゃんと太ってました、どうもそう、マジ運動してなくて、これ買ったところで運動はしてないんですけど、やっぱ今どんくらいなのかなみたいなのがね気になるじゃないですか。で、私はスマホと連動してこうスマホにデータを記録してくれるやつが欲しかったんですよ。で、いろんな人に聞いてもうオムロンかタニタかみたいな感じで、で結局オムロンにしました。デザインもすごいなんかすっきりとしてておしゃれでいいなって気に入ってます。で、スマホのアプリもすごいね簡単に接続できて、データもねしっかり勝手にこっちに入るので、ちょっと見るのワクワクするよね。こうグラフとか勝手になってくれると楽しい。ただまあよろしい結果ではないんですけどね、そりゃ運動してないからそうなんですけどねと今より増えないようにしとこう痩せるんじゃなくて今より増えないようにしとこうっていうね。なんか運動する気になれなくって、なかなかみんななんでそんなお家で運動できるん全然自分一人じゃ頑張れない。あれもあるんですよ、ヨガマットとも買ったんですよ。この生活になると決まってすぐに買ったんですよ。見る？はい、こちら。これはアマゾンで買ったんですけど、畳めるタイプ。そこヨガマットってぐるぐる巻くやつが多いじゃないですか。で、昔そういうぐるぐる巻くやつ使ってたんだけど、ぐるぐる巻いたのをこう戻して置いといてもなんかこう戻ろうとするあれがすごくなんかイライラしちゃって無理で、じゃあ畳む方にしようかなって思って、ちょっと今回畳むやつを買いました。結果これはベランダでのお昼寝マットになってます。で、最近ねベランピングしてて日光浴をしたいから、ベランダに海とかで使うような簡単なテント張って、そこでゴロゴロしてみたんだけど床が硬いなーって思って、でいいのあるじゃんと思ってこれを引いてここでお昼寝するっていうのをやってるんですけど、全然なんか運動のあれじゃなくてお昼寝マットになってます。いや、これもね買って3日に1回ぐらいはねここでストレッチとかやったけど、3日に1回が4日に1回になり、5日に1回になり、6日に1回になり、7日に1回になり、やらなくなりって感じですね。美味しいものはいっぱいツイッターに載せるんですけど、運動してないですやば、ちょっとコメントで戒めてほしい。お前自粛で家にいて誰にも会わないと思ってんじゃねえぞ、動画で世間に顔さらしてんだからなって、ちょっとあんま傷つかない程度にコメントでこう言ってほしい、言ってほしいいやもうほんとダメだね、ほんとに言ってほしい。じゃあそんなわけで最後です。最後はこの後ろにあるお花です。このお花は楽天ルームの方に載せてて、でインスタ見てくれてる方も見たかなと思うんですけど、最初に朝日さんがこのお花を注文してて、でもめっちゃいいなって思って頼んだんですよ。あ、これお花の福袋みたいな感じで、どのお花が入ってるかわかんないけどお花が大量にポンって届くってやつ で、私のところに来たお花は朝日さんのところに来たお花と全然種類が違くって、あ、人によって届くものが全然違うのもめっちゃ面白いなって思ったんですけど、とにかく量が本当にすごくって、ちょっと見えます?すごくない?もう今最初ね届いた時つぼみだったユリが咲き乱れちゃってすごいことになってるんですけど、この赤いの花なんて言うんだろう名前、これもなんかもっと最初いっぱいあったんだけど、ちょっとだんだんね枯れてきちゃったりして、それは量減ってて、もうすごいでしょ。これとあとこちらのお花たちはちょっと同じなんですけど量がすごくて花瓶2つに分けました。で、届いてすぐ折れちゃった子たちはねこんな風に
っちゃいのに飾ってます。というわけで合計4つの花瓶に今お花を入れてるんですけど、この量がババーンって届いたんです。この量で2000円ってめちゃくちゃ安くないですか？私普段からお花は家に飾るようにしてるんですけど、こんなにたくさん飾ったの初めてです。すっごいお部屋の中がねお花の香りで満たされてて、特に百合の香りがすごいですね。すごいなんかリラックスする香りらしいです。百合は安眠効果があるんだって。すごい毎日眠いんですけどそう、それで、ね、やっぱお花がこんだけ家にあるといいですね。癒されますね。やっぱお世話もしなきゃいけないし、あと届いた時に全部結構長い状態で来るので、それを自分で切っていい長さにしていけたりとか、なんかすごいあー暮らしをしているって思いますね。生活をしているぞっていう感じと、このお部屋の中が満たされていく感じとてもいいです。おすすめです、部屋にお花飾るの。あと私この生活になってから他にも夢が叶って、前からベランダでミントとローズマリーを育ててるんですよ。で私のしょぼいちっちゃい夢でベランダで育てたミントとかそういう植物を手作りのこうデザートとかに添えるっていう夢があって、それもなんかこの生活の中で叶えました。あー丁寧な暮らしっぽいっていうのを実践しています。まあもう私の暮らしは見せかけの丁寧な暮らしで、映るとこだけ綺麗みたいな、そういうあれで、実際めっちゃ散らかっててやばいんですけど、でもねそういうのちょこちょこ取り入れるだけなんかすごい満たされるので、ぜひお花飾ってみてください。はい、というわけで以上が4月の購入品でした。結構ね外出れなくなって、でもまあネットでお買い物すればいいかと思いつつ、ネットショップも結構あれですね、いろんなところが注文に制限がかかってたりして、特に私は買いたい布が買えなくて今困ってるんですけど、そんな中でも家の中をいい感じに使用系のお買い物が今回は目立ったかなと思います。ちょっと5月はね、家の中でも外でも着れる服をもうちょっと増やしたいなと思いつつ、まだ買えてないので、どっかここがおすすめだよとかあったらぜひ教えてください。というわけで今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。